こんにちは。永住許可の取り消し、これ話題になってます。税金や社会保険料などを納めない場合が、対象になるようです。育成就労が始まったら、何年か経ったら永住の要件を満たす人がどんどん増えていくため、今のうちに取り消しの条件はしっかり決めておく必要があると思います。以上です。